第55回スーパーボールは2021年2月7日にフロリダ州タンパレーモンド・ジェームス・スタジアムで開催された NFL2020 年シーズン王者を決める試合。NFC 王者のタンパベイ・バッカニアーズと AFC 王者のカンザス・シティ・チーフスが対戦し31対9でタンパベイ・バッカニアーズがカンザス・シティ・チーフスを破った。本大会は当初 ロサンゼルス大都市圏のカリフォルニア州イングルードのソフィー・スタジアムで開催される予定であった。しかし、スタジアム完成が遅れる可能性が指摘され、開催までに十分な使用実績を積めない懸念が生じたため、2017年6月、前年の開催地決定時に最終選考まで争ったフロリダ州、タンパ・レーモンド・ジェームス・スタジアムに開催地を変更した。 スーパーボール開催地のチームは過去54回で一度もスーパーボールに進出することができなく、スーパーボールの呪いとして語られる NFL を代表するジンクスの一つとなっていたが、本大会でタンパベイバッカニアーズがスーパーボール開催地のチームとして初めてスーパーボールへの出場を果たした。また、今回スーパーボール史上初の女性レフェリーが登場し、 ダウンジャッジとして審判団に加わった。会場となったレイモンド・ジェームス・スタジアム2016年5月にオーナー会議が行われ、投票により、以下の候補地から、イングルウッドで建設中のスタジアムが選ばれたが、後に、スタジアムが2020年シーズン前には完成できない可能性があり、スーパーボールの前にレギュラーシーズンで十分、使用されない恐れがあることが分かったため、 レーモンド・ジェームズ・スタジアムに変更された。なお、新スタジアムは2020年シーズン前に完成し、開幕から使用された。同スタジアムで、スーパーボールが開催されるのは、ベン・ロスリス・バーガー、トロイ・ポラマル、カート・ワーナー、ラリー・フィッツ・ジェラルドといった選手が出場した第43回、大会以来、12年ぶり3度目となる。は、勝利した、チーム・スーパーボール1週間前の、 レイモンド・ジェームズ・スタジアムの様子新型コロナウイルス感染症の流行により2020年の NFL シーズンの開始時点で NFL はハーフタイムショーや試合での国歌の演奏などフィールド上でのエンターテイメントを全面禁止としていたこれらはまだ政権が残っていた場合スーパーボールでも禁止となる見込みであったまたスーパーボールの開催日程についても レギュラーシーズンとプレイオフの延期が決まった場合、2月28日まで延期の可能性があるとしていた。フロリダ州は10月にスポーツイベントの収容人数制限を撤廃したものの、フロリダ州を拠点とする NFL の3チームは自主的に収容人数を20から25%と制限していた。10月下旬の時点で NFL は スーパーボール試合日までにより多くの収容が可能になることを期待し20%以上の収容を見込み計画していた。2021年1月22日 NFL はスーパーボールでのスタジアム収容人員を全体の約3割となる2万2000人に制限することを発表した。このうち7500人は主にタンパと中央フロリダ地域からコビット。 19ワクチン接種の済んだ医療従事者が招待されるとした。この後2万5000人まで上限を繰り上げたものの、第55回スーパーボールは歴代のスーパーボールで最も観客の少ない試合となった。現在、スーパーボールの放映は FOX、NBC、CBS のローテーションで担当しており、第55回スーパーボールの放映権は本来、 NBC が担当する順番であった。しかし、アメリカでは、スポーツのビッグイベントの放映が競合することにより、テレビ局の利益を既存し合わないように、新士協定が組まれており、その関係で、2019年3月、第55回スーパーボールの放映権と、第56回スーパーボールの放映権を、NBC と CBS の間で交換することが、NFLNBC。NBC CBS の三社間で合意に立った。具体的には、同時期に開催される2022年北京オリンピックと第56回スーパーボールの放映権主が異なると、スポンサースポーツ報道、プロモーション方法などの複雑な調整が必要となることから、放映権主を同一にする措置が取られたものである。また、CBS にとっては、 各年で放送している NCWA ファイナル4とスーパーボールを同じ年に放送できることによるメリットがあるとされている。テレビ番組の視聴者数を計測しているニールセンは2021年2月9日にスーパーボールの平均視聴者数を公表し、前回を約9%下回る約9200万人を記録したこと明らかにし、過去15年で最低だったと発表した。 NFC 代表、タンパベイバッカニアーズは、第5シードから、プレーオフを勝ち抜き、18年ぶり2度目の出場を決めた。前回出場は、ジョン・グルーデン HC の下、ウォーレンス・アップ等の協力ディフェンス陣を要して、出場した第37回大会であるが、今大会で勝利すれば、第37回大会以来、2度目のスーパーボール制覇となる。AFC 代表、 カンザスシティチーフスは第1シードからプレーオフを勝ち抜き2年連続4度目の出場を決めた。勝利すれば2年連続3度目のスーパーボール制覇となる。両チームがスーパーボールで対戦をするのは初めてである。なお、今シーズンは第12週に本大会と同じくバッカニアーズのホームスタジアムで対戦し、バッカニアーズのトム・ブレーディが2インターセプトを喫して、 チーフスが27対24で勝利している。QB ブレーディ WR エヴァンス1976年に新設されたバッカニアーズは1979年から1982年の4シーズン中3シーズンでプレーオフに進出して以降、その後は長期低迷して NFL において弱小チームの代名詞となっていた。1995年、前オーナーの死去に伴い、 マルコム・グレーザーがバッカニアーズを買収すると強いオーナーシップでチームを改造した。新スタジアムを建設し、ユニフォームを一新してヘッドコーチにディフェンスが専門であるトニー・ダンジーを招聘した。ダンジーの下、バッカニアーズはウォーレン・サップ、デリック・ブルックス、ロンデ・バーバーらを擁するリーグ屈指の協力ディフェンスのチームへと成長していった。1997年以降、 プレーオフ進出の常連チームとなっていたバッカニアーズは2002年シーズンにオフェンスが得意なジョン・グルーデンをヘッドコーチに招聘するとレギュラーシーズンで過去最高の成績を残し第37回スーパーボールに初出場したスーパーボールではグルーデンが前年までヘッドコーチを務め強力オフェンス陣を擁するオークランドレーダースをバッカニアーズ守備陣が圧倒し チーム初制覇を果たした。しかし、スーパーボール初制覇を果たした時点で、バッカニアーズディフェンスを牽引していた、中心選手はベテランの域に入りつつあり、翌シーズン以降は徐々に成績を落として、再び長期低迷に陥った。2007年を最後にプレイオフ出場のなかったバッカニアーズは、2020年のこのシーズン、ニューイングランドペートリオッツで6回の スーパーボール制覇をして黄金期を築いたトム・ブレーディの獲得に成功した。ブレーディの遺跡に伴い、ブレーディと共にペイトリオッツで活躍して引退していたロブ・グロンコースキーも復帰し、チームに合流した。ペイトリオッツの黄金期を支えた2選手を獲得したバッカニアーズは2005年以来の2桁勝利となる11勝5敗の第5シードでプレーオフ進出を決めた。 プレイオフ初戦、ワイルドカードプレイオフは、レギュラーシーズン7勝9敗の負け越しながら、NFC 地区優勝、第4シードで、プレイオフ進出となった、ワシントンフットボールチームとの対戦となった。ワシントンは、怪我や不調で、QB が定まらない状態にあり、大学を入り直して、学生生活を送っていた27歳の、テイラー・ハイニケと12月に急遽契約していた。 ワシントンのエース QB、アレックス・スミスの怪我の回復が見込めず、他の QB の成績も思わしくなかったことから、この試合の先発に、ハイニケが起用されることとなった。この試合、ハイニケが300ヤード以上のパスを投げる検討をした。ものの、自力で勝るバッカニアーズが勝利をした。プレーオフ第2戦ディビジョナルプレーオフは、同地区で地区優勝を許した。 ニューオーリンズ・セインツとの対戦となり、42歳、ドリュー・ブリーズと43歳、ブレーディのベテランキュービ b ー対決となった。バッカニアーズの守備陣が、ブリーズから3インターセプトを奪い、チームは NFC チャンピオンシップに進出した。NFC チャンピオンシップは、第一シードのグリーンベイ・パッカーズとの対戦となり、16年目37歳の、 アーロン・ロジャースと21年目43歳のブレーディのベテランキュービ b ー対決となった。終盤まで接戦となったこの試合をブレーディが制し、バッカニアーズはスーパーボールを制覇した第37回大会以来、18年ぶり2度目のスーパーボール進出を果たした。この出場により、スーパーボール開催地のチームとして初のスーパーボール進出となった。 QB マホームズテ・ケルシー前年50年ぶりにスーパーボール制覇をしたチーフスはこのシーズンも QB パトリックマホームズ WR タイリークヒルテ・トラビス・ケルシーという強力オフェンス陣は健在で1試合平均30得点近くを奪いレギュラーシーズンを14勝2敗 AFC 第一シードでプレーオフに進出したプレーオフ初戦となったディビジョナルプレーオフは 2018年ドラフト全米一位指名の QB ベーカーメイフィールド率いるクリーブランドブラウンズとの対戦となった。試合はチーフスが序盤から得点を重ねてリードを広げ危なげなく勝利をするものと思われた。しかし第3球中盤にタックルを受けたマホームズが脳震盪で退場するとマホームズから交代したチャドヘニーがインターセプトを喫するなどして ブラウンズに点差を詰められた。マホームズの途中交代により、チーフスは窮地に追い込まれたが、攻めの姿勢を崩さずにリードを守りきり、AFC チャンピオンシップへと駒を進めた。AFC チャンピオンシップの対戦相手は、AFC 東地区優勝で、第2シードのバッファロービルズとなった。ビルズは1990年シーズンから1993年シーズンに、 かけて AFC4 連覇を達成していたが、その後長期低迷し、27年ぶりの AFC チャンピオンシップ出場となった。ビルズが最後に出場した1993年シーズンの AFC チャンピオンシップの対戦相手はくしくも、今回と同じチーフスであり、その時はジム・ケリー率いるビルズがジョー・モンタナ率いるチーフスを30対13で破っている。 この年の AFC チャンピオンシップでは3年目24歳のビルズ QB ジョシュアレンと前年に3年目24歳でスーパーボールを制覇したチーフス QB マホームズの対戦が AFC の将来の覇権を占う若手 QB 対決として注目された。全ラウンドで途中離脱したマホームズは脳震盪に加え足の指の怪我で本調子のプレーをできない状況であったが 3タッチダウンパスを決める活躍をして、ビルズを38-24で破りチームを2年連続スーパーボールへと導いた。HER が愛国歌アメリカザ・ビューティフルを歌い、エリック・チャーチとジャズミン・サリバンがカントリー調にアレンジされたアメリカ国家を斉唱した。国家斉唱が終了するタイミングで、スタジアム上空を飛行機が通過するフライオーバーは、 エルスワース空軍基地所属の B-1、ホワイトマン空軍基地所属の B-2 及び、マイノット空軍基地所属の B-52、爆撃機によって行われた。設計番号を足すと55となり、第55回を記念しての演出であった。ハーフタイムショーは、ザ・ウィーク・エンドがパフォーマンスを行った。カンザスシティ・チーフス対タンパーベイバッカニアーズ。 フロリダ州タンパレーモンド・ジェームス・スタジアム。ありがとうございます。